モーテルズはアメリカ合衆国のニューウェーブバンド、オンリー・ザ・ロンリーとサドンディー・ラスト・サマー2曲の全米トップ10ヒットで知られる。1987年、リードボーカルのマーサ・デイビスのソロ転向に伴い、一旦解散したが、1998年再結成後は幾度となくメンバーとバンド名を変えながら、マーサのソロプロジェクトと並行してバンド活動を継続した。 2013年以降は主にマーサ・デイビスモーテルズ名義でアメリカやオーストラリアでのツアーを中心に現在も活動中である。モーテルズは1971年カリフォルニア州のバークレーで結成された。結成時のバンド名はザ・オーフィールド・ホクシーズでメンバーはマーサ・デイビス、ディーン・チェンバレン、チャック・ワダ、リサブ・レンナイス。1975年になるとバンドは レコード会社からのオファーを夢見て、大都市ロサンゼルスに拠点を移した。ロスで曲を書き溜める傍らリサが脱退し、代わって、ギタリストのリチャード・ダンドレアとドラマーのロバート・ニューマンが加入した。同時期バンド名が、エンジェルス・オブ・マーシーを経て、モーテルズに変更された。バンドは、ウィスキーやゴーゴーや、ロキシー・シアターなどのクラブで演奏したり、KR 応 q ラジオで、 ロドニー・ビンゲンハイマーの番組に登場するなど、活動の場を広げ、ハリウッドのトルパースホールでは、ザ・ポップやザ・ドックスとロックイベントラジオフリーハリウッドを企画、開催し、無名アーティストたちに、クラブ以外の公演の場を与えた。ワーナー・ブラザースレコードに送ったデモテープは不発に終わったが、キャピトルレコードからは、レコーディングのオファーを受けることに成功する。しかしチャンス到来にもかかわらず、 バンドはメンバー間の音楽性の相違によりこのオファーを蹴って解散してしまう。なお当時の音源のうちワーナーへのデモに含まれていた曲カウンティングが LINE のレコード企画のコンピレーションアルバムサタデーナイトポーゴに収録された。また同デモからはエブリーデイエースターがモーテルズが2001年にリリースした2枚組 CD アンターラジランドに収録されている。 解散後のメンバーの進路は様々で、ディーンはコードブルーを結成し、ワーナーと契約。リチャードはザ・ピッツに加入後、ブロンディを脱退したゲイリー・バレンタインと合流し、ザ・ノーに加入した。音楽界を離れた者もおり、ロバートはデザイナーに、チャックはファイナンシャルアドバイザーに転身。いち早く脱退したリサは、フィルム編集のプロとして働き、 フィナールカットプロシリーズのガイドブックを執筆した。1978年リサはギタリストのジェフ・ジュラードとモーテルズ再結成に向けて指導する。オーディションの結果、ジェフの弟マーティー、マイケル・ゴードロー、ブライアン・グラスコックが採用された。再結成後すぐにバンドはゴーフォーズと同じハリウッドのクラブでリハーサルを開始し、 ギャザリーズやチャイナタウンのマダム・ウォンの店などで演奏した。モーテルズのパフォーマンスは次第に評判を呼び、1979年にはキャピトルとの契約にこぎつける。4ヶ月後デビューアルバム、ようこそモーテルズへがリリースされた。ファーストシングル、クラザッツバレッツはチャート入りしなかったが、セカンドシングルのトータルコントロールがフランスでトップ20。 オーストラリアでトップ10県内にランクインした。1980年セカンドアルバムの制作に先立ってギタリストがジェフからリサのボーイフレンドティム・マクガバンに変更された。同年リリースされたセカンドアルバムご用心は全米アルバムチャートビルボード200の45位まで上昇した。シングルも検討しデイズアレオーケーとフーズプロブレムは 双方全英チャートで50位以内にランクイン。フーズプロブレムがオーストラリアでもチャート入りしたほか、デンジャーがフランスでトップ20入りを果たした。1981年リリースを予定していたサードアルバム、アポコリ o l i ではプロデューサーにバルギャレーを招聘した。しかしこのアルバムはキャピトルから大衆向きではない、異様などと難癖をつけられリリースを却下されてしまう。 バンドはすぐに、アルバムの再制作に着手した。この最中にリサとティムが破局。1981年の暮れにティムはバンドを、去ってしまう。リサたちは仕方なく、スタジオミュージシャンを代役に立てレコーディングを続行した。ギタリストに、ワディ・アクテルとエドリ・アンペリトレが起用されただけでなく、ドラムスのクレイグ・クランプやベースにまで、スタジオミュージシャンが多用された。 完成したアルバムはタイトルを LA から来た女に変更し1982年4月5日リリースされた。第1弾シングル o n ディ the Lonely はビルボードホット100で9位、メインストリームロックチャートで6位の大ヒットとなった。他のシングルも Mission of Mercy がメインストリームで23位となり Take イル r e と Forever Mine がビルボードホット100でチャート入りした。 1982年、テレビ界では、オリシモ MTV の大ブームが到来。モーテルズも、オンリー・ザ・ロンリーと、テイク・ザ・エルのミュージックビデオを制作し、オンリー・ザ・ロンリーが、アメリカン・ミュージック・アワードのビデオカテゴリーで、ベストパフォーマンス賞を獲得した。同年、元イギーザ・ストゥージーズのスコット・サーストンが、ツアーメンバーとして加入した。1983年、ホースアルバム、 可愛い泥棒たちの制作に取りかかる頃、ギャレーはアルバムとビデオのプロデュースだけでなくバンドのマネジメントも担っていた。ギャレーは今回のレコーディングでもサードアルバムと同様スタジオミュージシャンを多用した。その結果、バンドの固定メンバーは実質リサだけとなっていた。ライブではスタジオミュージシャンに代わってスコットを含むツアーメンバーがリサをサポートした。 かわいい泥棒たちはアメリカやカナダでゴールドディスクを獲得。ファーストシングルサドンディーラストサマーはビルボードホット100で9位、メインストリームで1位を獲得した。同じ頃ギャレーの差し金でドラムスのデビット・プラションが加入したため、ブライアンはしぶしぶパーカッションに移らされる羽目になった。1984年初頭。サタデーナイトライブへの出演で弾みをつけ、 順調にスタートしたかに見えた可愛い泥棒たち。ツアーだったが、一月後ギャレーの解雇というトラブルで中断を余儀なくされる。ギャレーが呼んだデビッドもバンドを去り、ブライアンがドラムスに復帰した。マネジメント体制を一新したバンドはツアーを再開。4月には初来日し、FM 東京と FM 大阪が共催したロックフェス。 FM ライブアライブ84アスのスーパースターたちに参加、東京と大阪の会場で演奏した。バンドはツアーと並行してスタジオ録音を行い、2本の映画、ハドソン側のモスコーとリンゴ白書のサウンドトラックに楽曲を提供した。次のアルバム制作に向け、キャピトルはより大衆受けを狙って、プロデューサーにリッチージトーを起用した。 一年以上の制作期間を経て、フィフスアルバム、ショックは1985年9月にリリースされた。シングルは、嬉し恥ずかしシェイムオンが、ビルボードホット100で21位、メインストリームで10位に、ショックがビルボードホット100で84位にランクインした。翌年からバンドは次のアルバムを想定した曲作りに取り掛かった。 しかしその矢先の1987年2月、リサからバーに呼び出された他のメンバーは、一方的にバンド解散とリサのソロ転向を告げられた。第2期に在籍したバンドメンバーは2004年に VH1 の番組バンズリユナイテッドで再会。リサと共にマイケル、マーティ、ブライアン、エイドリアンが一よ限りのギグに参加した。したアルバムアポコリプスの オリジナルバージョンは2011年、アマナベアレコーディングスからアメリカ国内向けにリリースされた。マーサは1987年11月、初のソロアルバム、ポリシーをリリースした。このアルバムには、クラレンス・クレモンズ、ケニー・ジー、チャーリー・セクストンが参加している。シングルは、ドント・テルメ・ザ・タイムがオーストラリアで8位になったものの、 ビルボードホット100では80位に止まり、他のシングルはこれにすら及ばない結果となった。またアルバムの評判も今一歩で、マーサの歌唱力には賞賛が集まったが、音楽性は独特のムードに欠ける薄っぺらなサウンドなどと評された。この事態を受けマーサはすぐにキャピトルとの契約解除を申し出た。キャピトル離脱後、マーサは新たな音楽スタイルを模索しつつ、 数本の映画サウンドトラックに参加する。しかしこの時期明らかに、マーサのキャリアは下降線をたどっていた。1990年代初頭には、新しい曲を書き溜めては、不定期で、サプライズミグを行うのが主な活動となった。1997年以降マーサは、モーテルズとのバンド活動に回帰するが、その後21世紀に入っても2004年。ザ・ストリー・ゴーズ。 2008年、ビューティフルライフ、2010年、レッドフロッグプレゼンズ、16、ソングズ・フォー・ペアレンツ・チルドレンとコンスタントに、ソロアルバムをリリースしている。マーサ・デイビスとモーテルズ、ハリウッド・パークでのライブ、2006年1997年に、イリ・マーサは、エリック・ルメール、エイドリアン・バーク、デビット・バン・パッテン、ジェイソン・ローリーとライブ活動を開始する。 バンド名は当初のマーサ・デイビス・ジュニアから1998年にモーテルズへと変更された。1998年にはメンバーがドラムスのジェイソンを除いてミック・タラス、アンジェロ・バーベラ、ケビン・ボーエン、マイケル・バーベラに一新された。1999年、ニック・レミューが加入した。演奏レパートリーは主に1987年解散後の 新しい楽曲で締められた。2001年バンドはマーサ、ギターのミック、ベースのデビッド・サットン、ドラムスのフリッツ・リワクという4人編成に改められた。2004年はアメリカとオーストラリアで計70本以上のライブを行った。2006年からのメンバーはマーサ、クリント・ウォルシュ、ジョン・シーベルズ、ニック・ジョーンズ、エリック・ガードナーとなった。2005年、 マーサとモーテルズはインディーズ CD、ソザ・ストーリー・コーズ・ウィッチ・ソールド・アウトをリリースした。また、モーテルズフィーチャリング・マーサ・デイビス名義で、テレビ番組のヒット目、ベビー、ワン・モア・タイムに出演、オンリー・ザ・ロンリーとノラ・ジョーンズの、ドント・ノー・ホワイを披露した。同年マーサは、シアトルの劇場テアトロ・ジンザンにでも演奏したが、これは、TZ の音楽監督のオムダー・ダ・ーキーとのコラボ CD。 アマニアム製作に伴うものだった。CD は2007年に TZ のギフトショップ1売でリリースされた。2007年にはソニー BMG から2006年カリフォルニア州産ファンカピストラーノで収録されたライブアルバムスタンディングルームオンリーがリリースされた。マーサはサマンサ・フォックスやリック・スプリングフィールドラと並んで往年の 80S スターとして オーストラリアの音楽イベントカウントダウンスペクタキュラー2に,にも参加した。22年振りのモーテルズ名義となるスタジオアルバムクリーンモダン,アンドリーズナブルが2007年にリリースされた。アルバムには新規レコーディングされた Only the Lonely, Take the L, s a d o n l Last Summer やその他のヒット曲のアコースティックバージョン、シングル B 面、マーサのソロナンバーが収録された。 翌年には2枚のスタジオアルバム、モーテルズのディスト・マーサのソロ、ビューティフル・ライフが同時発売された。ビューティフル・ライフは、マーサの母親の自殺など暗い過去を語る、自伝的なコンセプトアルバムとなっている。2009年のツアーでは、マット・ミラー、マシュー・ブラウン、フェリックス・マーサー、マシュー・モーガンとまたもや、マーサの帯道メンバーが一新されたが既存メンバーも、 併用され、会場に合わせて、柔軟にメンバーを入れ替え起用された。2009年末から2010年初頃にマーサは、シングル2曲、アトミックカフェとミスターグレーをダウンロード販売した。ミスターグレーは後年リリースを予定していたジャズ CD からの選曲であったが、結局この CD は、リリースの希望を抱きつつも叶わず2011年以降保留されたままである。 2012年9月、モーテルズは、バウアウアウ、ザ・サイケデリック・ファーズ、ゴーゴーズと共にハリウッドボールでのライブイベントに参加し、オープニングアクトを務めて、大好評を得た。翌年、マーサの誕生日である1月19日に、ベズビオエンターテイメントとマネジメント契約を結ぶと、直後の25日には、世界最大の楽器賞ショ賞で、リビングレジェンズと銘打ったライブを行った。 再びかつての名声を取り戻したモーテルズは、以降全米を股にかける大規模なツアーを行い、バウアウアウやジーン・ラブズ・ジェザベルといった同世代バンドたちとの共演を果たした。2013年のツアー中、ウェブサイトなどでのオフィシャルバンド名表記は、マーサ・デイビスモーテルズとされ、メンバーは2006年から在籍のクリントとエリック、1987年の解散以来となるマーティ、 そして新規加入のニコラス・ジョンズと新旧入り混じった構成となった。マーティは2014年もウィスキーやゴーゴーの50周年記念ライブをはじめ多数の公演に帯同し、現在は正式メンバーとなっている。なおこのウィスキーやゴーゴーでのライブの模様は、ロイ・エイチ・ワグナー撮影、デニース・フェイ監督によるビデオ作品、 ザ・モーテルズ・ライブ・アット・ザ・ウィスキー、英語語5 0 t h アニバーサリースペシャルとしてリリースされている。2014年は、55ズをフィーチャーした 80S イベント、リプレイアメリカにも名を連ねた。このツアーには他にカッティングクルーや、ネイキッドアイズなども参加している。2015年から2016年にも多くのライブを行い、2016年の、ロスト 80S ライブフェスティバルでは、 クロック・オブ・シーガルズ、ベルリン、トミー・ツートーン、ワン・チャンラと共演した。2017年には、2002年から2006年に、レコーディングされたレア音源27曲を集めた、コンピレーションアルバム、If Not Now Then When をリリースした。現在、モーテルズは、膨大なストックから選曲した、セットリストを携え、アメリカ各地をツアー中である。ありがとうございます。